ウィス、どうも、セガラ1です。最近悩んでることなんですけど、僕今の現状が、29歳で、もうすぐ30歳になりますね。短期バイトの方をしてまして、その短期バイトが4月末に終わるんですよ。5月ぐらいから、またね、無職の方に戻るんですけど、借金が20万ある状況で、貯金がなしですね。短期バイトが終わってからの5月からの進路について悩んでて、やりたいことがたくさんあって、これどうしたらいいかなと思って、大人の意見というか、経験者とか、こういう風にしたとか、そういう意見があれば、ぜひ教えてほしいんですけど、やりたいことを一つずつ説明すると、まず一つ目は、夜間の大学、二部学生ってあるじゃないですか。それ、働きながら、それやろうかなと思ってて。僕は高校途中で辞めてるんですけど、その辞めた後に大研っていうね、高卒認定っていう資格取って、まあ大学受験と、公務員試験の方をね、昔受けたんですけど、全滅してるんですよ。それ以降ね、勉強とかしてないんですけど、知識をつけるのもいいかなっていうのと、なんか経験として、今から大学に行くのもね、なんか楽しそうだなっていう、面白い経験ができそうだなっていうのが一つ目と、で、二つ目の候補が、田舎に移住すること。これは単純に僕、田舎の方が多分好きなんですよ。川とかね、山とか海、見るだけでめっちゃテンション上がるんですよ。釣りも好きなんで、それも最高かなと思って。最近は田舎に移住してる動画とかも見てて、まあ、それもいいかなと思いますね。デメリットとしては多分不便は不便なんで、その辺がどうするかっていう。で、三つ目が、ここに留まってフリーター生活を続けていくっていうの。が三つ目ですね。で、四つ目が、社員になる。社員になって、バリバリ働く。これはちょっとあんまり現実的じゃない気もするんですけど、続けれそうな会社があったらね、バイトから社員になったりとかで、頑張れる気もするんで、これができたら、一生悩まなくて済むかなっていう気がしますね。五つ目は、資格を取る。っていうこと。この五つで、すげえ悩んでて、大学に行くか、田舎に移住するか、このままここでフリーターするか、正社員を目指すか、まあなんか資格を取るっていう5つでね、悩んでるんですよ。他にもやりたいことはたくさんあるんですけどね、なんかいいのあれば教えてほしいし、もしね、そういう経験者がいたら教えてほしいんですけど、それか、なんか全然違うことで、こっちの方がいいんじゃないみたいなのあったら教えてほしいんですけど、どうしようかなっていう感じで。もうね、経歴自体もポンコツなんで、珍しいことをね、どんどんしていこうかなとは思ってるんですよ。何でもありだと思うんですよね、ここまで来たら。面白いね、人生にしたいんですよ。まあ、だからどうしようかなって感じなんですけど、なんかご意見があればね、アドバイスが欲しいです。って感じで、いろいろやっていきたいと思うんで、頑張ります。ウィス。バイバイ。